ストーミースは1966年にミラノで結成されたイタリアのプログレッシブなフォークロックバンドである。1983年まではほとんどセクステッドとして演奏したが、時折カルテッド、クインテッド、セプテッドとしてもレコーディングを行った。そのラインナップは長年にわたりかなり変化したが、結成メンバーのフランコファブリはその全期間にわたって、 グループに在籍した。1993年5月、彼らはミラノで再結成コンサートを行った。それは CD、うんコンチェルトに録音され、リリースされた。ストーミー、e、6は1978年3月にロンドンで開催された最初のリオフェスティバルで演奏を行った5つのオリジナルロックインオポジションバンドのうちの一つとして最もよく知られている。 彼らは後に組織としてのリオの形成に積極的に参加し他のリオやリオに関連するバンドとヨーロッパ全土で共演した。ストーミーシックスは1966年にポップ、サイケデリックロックバンドとしてスタートし1967年に行われたローリングストーンズの最初のイタリアツアーではオープニングを担当した。何度かのラインナップの変更の後に ストーミー6は、左翼、プロテストフォークロックへと音楽性を切り替え、最初の3枚のアルバムを発表した。1960年代後半から1970年代初頭に、かけては、このスタイルが反映されていた。1970年代半ばに、彼らの音楽はより複雑になり、プログレッシブロックに移行しながら、実験的な音作りを始めた。1974年末、 ストーミーシックスをはじめとしたミラノのミュージシャンたちでエル・ L、オーケストラと呼ばれる音楽共同組合を結成した。それはあらゆる種類の非コマーシャル音楽、そしてアバンギャルド、ジャズ、政治、プロテスト及びポピュラー音楽をプロモートすることを目的としていた。それはまたミュージシャンが自ら管理し、ストーミーシックスが自身のシングルやアルバムを 数多くリリースする独立したレコードレーベルとなった。ストーミーシックスは L オーケストラの業務において主導的な役割を果たした。ストーミーシックスと外国人アーティストとの出会いとコラボレーションは1975年にイングランドのアバンロックグループヘンリー・カウが初めてイタリアをツアーした時に始まった。ストーミーシックスは ヘンリー・カウを L ・オーケストラに招き入れ、二つのバンドは関係を深めていった。その後、1978年にヘンリー・カウはロンドンのリオフェスティバルに出演するため、ストーミー6に加え3組のヨーロッパのグループを招待した。オリジナルとなった5組のリオメンバーの1組として、ストーミー6は組織としてのリオの形成に積極的に参加した。 1979年、ストーミーシックスは、ミラノで2回目のリオフェスティバルを開催した。ここでは7組のリオメンバーが1週間にわたる、イベントを行った。ストーミーシックスの6枚目のアルバム、ラップレンディスタは、プログレッシブロックファンの間で好評を博し、次のアルバム、マッキーナ・マッケロニカは、リオジャンルの代表作の座を勝ち得ている。ヘンリー・カウのジョージ・イ・ボーンは、アルバム、 マッキーナ・マッケロニカにゲスト参加し、その時期に行われた、いくつかのコンサートで、ストーミーシックスと共演した。もう一枚、アルバム、AL ボールをレコーディングした後、ストーミーシックスは1983年に解散した。1983年7月、3人の元ストーミーシックスメンバーは、ドイツの前衛的なロックグループ、カシーバーと共同で、 公開ワークショップとレコーディングプロジェクトを、モンテプルチャーノのカンティエレ・インテルナツヨナーレ・ダルテにて、行った。その後、その録音は、イタリアのラジオ、大ラジオ3によって放送され、そのうち7曲は、カシックスの名義で、レコメンデッドレコードのサウンドマガジン、レイレコーズ・コータリー・ボリューム1ナンバー3に収録され発表された。1993年5月10日に、 ストーミー6の再結成が、ミラノのオルフェオシアターでの公演のために行われた。コンサートはレコーディングされ、後に、うんコンチェルトというライブアルバムとなってリリースされた。ストーミー6のラインナップは、結成メンバーのフランコファブリが、唯一のレギュラーメンバーであり、長年にわたってかなり変化した。ありがとうございます。